北朝鮮の金正恩第一書記の暗殺をテーマにしたコメディー映画ザ・インタビューは上映中止から一転してクリスマスにアメリカで公開されましたザ・インタビューはフィクションですが金正恩第一書記の暗殺をテーマにしています映画を制作したソニーピクチャーズエンターテイメントはハッカー攻撃やテロの脅迫を受け映画の上映の中止を決定しました しかし、かこの決定が幅広い批判を浴びるとクリスマスにアメリカ全土の300以上の映画館で上映すると発表しました監督兼主演のセスローゲンと共同監督のエヴァン・ゴールドバーグはクリスマスイブの夜ロサンゼルスの風切り会場に現れファンに感謝しました一連の騒動を経て映画はさらに注目を浴びています I didn't, I didn't pay attention to it, but all of a sudden, you know, there is Obama said, you know, this is not good, why did you cancel this movie? <laughs> so, so I thought that, like it's very important. So yeah, I decided to come and watch this. I came to see because the film has had so much publicity and to see why, you know, it has caused the North Koreans uh, so much distress. New